兵庫県民連合議員団、北部昭仁です。通告に基づき会派を代表して質問をさせていただきます。県民に信頼される県政構築に向けて、本年3月末以降、県民の県政への信頼は大きく揺らぎ、また県職員に動揺が広がるとともに士気の低下が危惧されているところです。県政への不信を払拭するために、まず重要なことは知事の誠実な政治姿勢ではないでしょうか。知事が疑惑に対してご自身の言葉で説明を果たされ、厳しい質問や批判にも真正面から向き合う姿勢こそが求められていると考えます。私たち兵庫県民連合議員団は、県民本位の立場で議員の使命を果たし、透明性のある公正な県政の実現を全力で追求することによって、県民の負託に応える決意であることを改めて表明し、質問に入ります。前西播磨県民局長による告発文書にかかる知事記者会見について、斉藤知事は本年3月27日の記者会見において、前西播磨県民局長による知事や県幹部を批判する内容を含む文書をめぐり、事実無根の内容が多々含まれている内容の文書を職務中に職場のパソコンを使って作成した可能性があり、本人も作成と一定の流布を認めているとし、予定されていた退職を一旦留保し、県民局長の職を解いたことを発表されました。加えて、公務員としては失格であり懲戒処分を行うことになると考えている発言されたのです。当該事案に公益通報制度に詳しい上智大学の奥山俊博教授は、文章の内容が嘘800ではなく真実相当性がそれなりにあるならば、報道機関への送付も公益通報に該当し、文書を作成した県幹部職員に対する報復的処分が違法性を帯びる可能性があると指摘されています。前県民局長は知事記者会見の後、ありもしないことをルール並べた内容を作ったことを本人も認めているという知事の発言があったが、私自身がそのことを認めた事実は一切なく、告発文はできるだけ事実に基づいて書いたつもりと文書で反論され、4月4日には県の公益通報制度に正式に通報されました。前県民局長は公益通報者保護法に基づき、不利益の扱いから保護されるべき対象に該当する蓋然性があります。これらの事柄に鑑みて、公務員失格、事実無根、嘘800、告訴等のご発言は不穏当であり、県民や職員に不信おどけを与えている要因の一つだと考えます。よってご発言の撤回を含む全書を求めますが、知事のご所見をお伺いいたします。残余の項目は質問席で行います。兵庫県民連合議員団を代表しての北上昭仁議員のご質問にお答えします。まず文書問題についてでございます。改めまして、今般の元県民局長による文書作成の事案につきまして、現下の情勢に至ったことを県民および県議会の皆様、さらには職員の皆様に対してもお詫びを申し上げたいと思っております。ご質問についてでございます。元県民局長につきましては、懲戒事由に該当する疑いがある行為が明らかになったため、県民局長という重責を考慮し、3月27日付で部長級の総務部付きの発令を行いました。また元県民局長が文書を作成配布した時点では公益通報がなされておらず、後から公益通報の手続きを取ったものであるため、文書の配布公費が公益通報として保護されることはならないという見解をいただいているということです。いただいております。私自身の発言につきましては、元県民局長が行った行為について、地方公務員法が懲戒処分の事由として定めている全体の奉仕者にたるにふさわしくない非行に該当すると考えられたこと、また私自身が文書に書かれた当事者として誹謗中傷に通じる事実と異なる記載がされているという思いもあり、あのような表現となりました。兵庫県の知事として表現が行き過ぎた点については反省しており、今後気をつけたいというふうに思っております。今後県民の信頼を一層高められるよう丁寧な説明に努めてまいります。兵庫県の知事として行き過ぎた発言があったということで認められました。その行き過ぎた言葉、該当する言葉についてお知らせください。
議員がご指摘の発言ですね、嘘800とか含めて、嘘が多々あるという思いで、発言させていただいております。また、公務員としてふさわしくない行為をされたということで、そこは、思いとしては同じですけども、表現として行き過ぎた点があったりについては、反省をしたいというふうに考えています。記者会見の当時は、公益通報の制度、正式には、手続きがなされていなかったということであります。しかしながら、例えば報道機関への、通報であっても外部通報、公益通報に該当するという見解もあります。で、公益通報の重要性あるいは通報者の保護することの必要性に鑑みてですね、やはり、公益通報保護法によって保護されるその蓋然性がある方に対してですね、私はこの発言というのはふさわしくなかったというふうに改めて指摘をしておきたいというふうに思います。で、知事は冒頭、現下の情勢に至ったことをお詫び申し上げますというふうにおっしゃいました。で、私はですね、この県民が不信を抱いている、で、職員に動揺が広がっている、私は一番の問題はこの文書問題をめぐる初動のあり方だというふうに思っています。やはり、知事がこの発言、この記者会見で知事としてふさわしくない言葉を使われた、そのことがやはりその後の県民の不信、職員の動揺に、つながっているというふうに思うところであります。改めて、お聞きしますが、やはり公益通報者保護法、この制度の重要性あるいは通報者保護の重要性について知事のご見解をお伺いします。もちろん公益通報の大切さ、そこを保護しなきゃいけないという重要性は私自身も認識しております。で、今回の事案につきましては、あくまで公益通報が手続きがされる前に、当該文書を作成配布したということですので、議員もご指摘の見解があるということですけれども、私ども弁護士含めた法的な見解から、今回は法的な公益通報としての保護対象にはならないという見解をいただいております。で、この点については、もしご本人含めて、ご本人がですね、不服があれば、手続きとしては、人事委員会への申し立て、そしてそれでも不服があれば訴訟という手続きがありますので、もしその点をご本人がそういった思いがあるのであれば、そういった手続きがあるということは申し述べていきたいというふうに思っております。公益通報ということについてですね、やはり職員が必要な時に健全に利用する、そういう職場環境を作っていくということも、私は知事として重要な役割だということを指摘したいと思います。次の質問に参ります。前西播磨県民局長による告発文書に係る本件内部調査とそれに基づく人事処分について、当該調査は知事が事実無根、嘘800等の言葉を用いて文書の信憑性に評価を下し、結果について懲戒処分を行うことになると思うとの見通しを示した上で県庁内部において実施されたものであり、当初から公平性や第三者性、中立性や客観性についての疑念が指摘されてきました。それに対して知事は内部の調査であるものの弁護士が関与していることから一定の第三者性、客観性は担保されているとたびたび述べてこられました。しかしながら県当局が別の弁護士に依頼して作成した5月29日付文書、職員処分手続きと弁護士関与の問題点の有無において、そもそも弁護士に中立性は求められていない、よって当該調査に関与した弁護士の対応が中立的でないとの批判は批判として的を得ていないと明言されているように、前日の知事のご発言に説得力はありません。そして何より調査に関与した弁護士は知事の政治資金パーティーに関連し、補償業務を背景とした企業へのパー券の購入依頼が実行されたとの疑惑が告発文書で指摘された兵庫県信用保証協会の顧問弁護士であることが5月20日の新聞報道で明らかになりました。同紙面に掲載された専門家のコメントに、文書で指摘された団体の顧問弁護士による調査を相談したことは客観性や中立性を損ね、県政の信用失墜を招きかねないとの指摘があるように、当該調査とそれに基づく人事処分の正当性は著しく損なわれており、県民や
県職員に理解納得が得られているとは言い難い状況です。よって県民からの信頼を回復し、職員にとって真に風通しの良い職場づくりを実現するためには当該人事処分の即時撤回が必要であると考えますが、知事のご所見をお伺いします。お答えします。元県民局長に対しましては、誹謗中傷文書作成配布する行為と4つの非行為があったということを踏まえまして、5月7日付で停職3月の処分を行ったところでございます。人事当局による懲戒処分に関する調査は人事当局で通常は行うものでございますが、本件の調査が中立的客観的になるよう弁護士に助言等の協力を求めたというものでございます。弁護士からは依頼の趣旨に応じて中立的客観的な助言等をいただいたというものでございます。従いまして、懲戒処分の調査としては客観性があったものというふうに考えておりまして、調査結果に基づく処分については適切なものだというふうに考えております。そもそもですね、知事にかけられている疑いがあって、で知事がその告発文書について信憑性に疑いがある、そして結果の見通しを懲戒処分になるということをおっしゃった、その上で知事の下で調査が行われた、そのことについて中立性が問われた、で知事は弁護士が関与しているからということで、そのことによって中立性は第三者性は担保されるのでだとおっしゃってきた、でその弁護士が信用保証協会の顧問弁護士だった、これはいくら他の弁護士さんが、問題ないというふうに指摘しても、やはり県民にとって信頼性があるものではない、正当性があるものではないというふうに思います。改めてご答弁ください。はい、今回の件は私に関するもので、私は最初の記者会見で、発言もさせていただいております。ただ調査自体は人事当局が主体となって懲戒処分に関する調査をしてきたということです。まあ、その際には中立性客観性を担保する観点から弁護士から調査の手法であったりとか、法的な調査の手法やそういったものが適切だったのかどうかということから助言をいただいたというところです。まあ、従いまして、調査結果処分内容に関しては一定の中立性客観性の下で人事当局の方で定められたものに従って懲戒処分を行ったというふうに考えております。で、まあ、委員ご指摘の点もあるかと思いますけど、もし、まあ、その点がですね、ご本人がそういった調査処分内容に疑義があるのであれば、先ほど申し上げました通り、手続きとしては人事委員会への申し立て、そしてそれでも不服があれば訴訟という場があるというところです。で、この調査、人事懲戒処分に関する調査というものは、やはりそういった点も踏まえてですね、後ほど人事委員会や訴訟にもなることも可能性もあり得るので、人事当局もしっかり客観性中立性を担保しながら、もちろん訴訟で負ける可能性がないようにするという意味ではそこをしっかりやってますし、そうならないように弁護士の助言をいただきながらやっているということですから、この懲戒処分に関する調査結果内容、そして処分内容については一定の客観性中立性があるということが必要ですし、そうなるとなっているというふうに私自身は考えています。改めてお伺いします。信用保証協会の顧問弁護士にこの懲戒にかかる委員会の助言をいただいた、その弁護士が関与した、これは適切でしたか？これは別の弁護士さんからもコメントをいただいている通りですね、とそれからは当該顧問弁護士の方がおっしゃっていることを踏まえると、法的な観点からこの懲戒処分に関する調査というものの、に関して、この弁護士が助言をしたサポートしたということは法的には問題がないというふうに考えています。北上議員、弁護士の見解は分かりました。法的に問題がないということも分かりました。分かりましたというか、そういう見解だということは承知しました。やはり県民の立場に立って信用保証協会の顧問弁護士にこの調査の顧問、この調査に関与させた、そのことが適切ではなかったのか、弁護士の見解ではなく知事の
政治家としての、知事としての県民への説明責任を果たしてください。この問題はですね、やっぱり法的な問題がどうかというところが大事です。やっぱり大事なのは、やはりこれは懲戒処分に関することです。で、懲戒処分に関することで、疑義や不服があれば人事委員会に上訴されて、先ほど申し上げたように法廷に行くという可能性がありますので、やはり法的な観点から問題がないかというところはやっぱり大事だというふうに考えています。ですので、今回の、当該弁護士による技術的な助言サポートについては適切であったというふうに考えています。ちょっと副知事にお伺いします。副知事は信用保証協会の理事長を務めておられました。で、知事は記者会見でですね、副知事と相談しながらこの間の対応してきたと述べられています。副知事は知事に対してどのようなアドバイスをされたんでしょうか。私は従前は信用保証協会の理事長をしておりましたけれども、現在は副知事ということで知事を補佐する業務を行っております。その際におきまして、中立性を維持するという観点からのアドバイスを行っていたということでありまして、信用保証協会同行ということの観点は別の論点だというふうに考えております。副知事のご経験が生かされてなかったということかなというふうに認識します。3月25日のですね、知事の発言以降、トースターコーヒーメーカーが受け取っていた、この受領については事実であったということが明らかになりました。で、先ほど申し上げたように、調査に当たった弁護士が知事のパーティーの疑惑が指摘されていた、この信用保証協会の顧問弁護士だったということも明らかになっています。で、さらにはですね、おとといの知事の定例記者会見で、県考古学博物館でこう20メートル歩かされた、このことについて叱責されたということが県職員8名の証言で明らかになった。そして知事もですね、そのことについて厳しめの口調で注意をしたということを認められました。事実無根ということはもう破綻をしているということであります。そして中立性ということについても破綻をしていると思います。やはりですね、この際一旦ですね、前県民局長そして産業労働部長の人事はですね、私は撤回するべきだ。そして知事自身も含めてですね、処分のあり方というのは私は考えていくべきだと思っています。やはり県民の信頼を取り戻す、職員の動揺を収めていく、そのためには処分の撤回が必要だということを申し上げて、次の質問に移ります。続いて、県人事当局による報道機関への調査について、本年4月、県人事当局が告発文書の受領の有無を新聞記者に問い合わせていたことが明らかになりました。報道によると、記者は文書を受け取ったとも受け取っていないとも答えられないと返答し、情報源の秘匿が必要不可欠な報道関係者に情報開示を迫ることの異常さを指摘したとのことで、あります。また新聞労連からは、記者から経緯を聴取し情報源の開示を迫る人事課の高圧的な対応は報道の自由や市民の知る権利を侵害するものであるとの声明が発せられました。報道によれば、県人事当局は今後も一部報道機関や関係者への聴取を続けると発言したとのことでありますが、それは許されないと考えます。報道機関の大きな使命の一つは権力の監視であります。行政権を行使する県当局はまさに県、行政権を行使する県当局はまさに権力であり、今回の記者の判断対応は至極当然であり健全なものです。県当局による情報源をめぐる報道機関や関係者への聴取は権力による報道の自由への干渉であり、強く自戒を求めます。県におかれては今回の記者への聴取についての非を認め謝罪するべきであり、今後は対応を改めるべきだと考えますが、知事のご所見をお伺いします。お答えします。まず東有馬県民局の管理に関しましては、注意をしたということは認めましたけれども、何に対して注意したかということは、私は段取りについてということを言ってますので、銀行指摘の何か流かされたことに対してとは認めてはないので、そこはちょっと申し添えておきます。ご質問の点です。
報道の自由は憲法により保障される表現の自由に含まれ、報道のための取材の自由も憲法21条の精神に照らし十分尊重に値すること、また報道関係者の情報公言の秘匿についても十分配慮する必要があることは承知しております。今回の事案におきまして、人事当局は元西有馬県民局長について懲戒事由に該当するかを判断するにあたり、調査の信頼性を確保するため文書を複数の報道機関に配布した事実を確認しようとしたものであるというふうに伺っております。報道の自由を犯す意図は一切なく、単なる事実確認の手続きの一環として行ったものであるし、問い合わせの対応も文書を受領したかどうかについての任意の回答を求めたものであり、回答を強要するものではなかったということなので、報道の自由や取材源の秘匿権を侵害するものではないというふうに考えています。ただいずれにしましても、報道関係者の皆様にとっての報道の自由、そして情報源の秘匿については十分配慮する必要があるというふうに考えています。新聞の報道ではですね、県の行為は異常だというふうに批判をされています。私はこの 行政として報道機関への、健全な関係を築いていくということで、兵庫県の名誉を私は損なう事態だというふうに思っております。ですのでですね、今後報道機関との関係をどうしていくのかということについては、改めて調査研究をしていただきたいということでお願いをしておきます。本件公益通報制度に外部通報窓口を設置することについてお伺いします。消費者庁は公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドラインを定めており、2022年6月の改訂版においては地方公共団体内部の受付窓口に加えて外部に弁護士等を配置した受付窓口を設けるよう努めるとあり、消費者庁の2023年度調査によれば都道府県の6割以上が外部に通報窓口を設けているということです。本県は外部に通報窓口を設置しておらず、知事は定例記者会見で外部に設置することも検討課題であるとの認識を示しておられますが、私も組織の自浄作用をより発揮するために独立性を担保する外部窓口の速やかな設置が必要であると考えます。そこで改めて知事のご所見をお伺いします。お答えをします。本県では平成18年度から公益通報制度を創設し、法令違反や職務上の義務違反等に関する通報を受け付け、必要に応じて調査や是正措置等を講じることで法令遵守の徹底や組織の活性化健全化を図り、県民に信頼される県政の推進に努めております。公益通報しやすい環境を整備するべく、通報は事務局である県政改革課ではなく職員相談所において相談員が受け付けるとともに匿名通報も認めております。また通報事案の処理にあたって外部有識者を含む公益通報委員会が関与することで公平性の確保にも配慮しております。このように通報者の保護や公平性に配慮した制度となるよう運用しておりますが、ご指摘のとおり外部通報窓口を設けることでより通報しやすくなるものもと考えております。調査につきましては、本制度が組織の自浄作用の発揮を目的としたものであることから、法制度上も内部調査を想定しておりまして、外部に通報窓口を設置している近隣府県も同様でございます。今後、外部通報窓口の運営体制、そして費用対効果について、他府県の事例なども研究しながら、国のガイドラインに基づく外部通報窓口の設置を検討してまいります。今回の県民から県政の不信を招いた要因の一つは、やはり自浄作用を発揮する仕組みが不十分だったということもあると思います。外部通報窓口の設置はやはり必須だと思いますので、取り組みを進めていただきたいということを申し上げます。続いて知事のパワーハラスメント疑惑と職務遂行への影響について、告発文書に端を発し知事のパワハラ疑惑が各種メディアで取り上げられ、県関係者の証言として多くの幹部職員が理不尽に怒られている、自分の意見を言う職員が全く聞き入れてもらえない、こうしたいという意見が言えない組織になってしまっているなどと報道されています。具体例として、ハバタンペリプラスを広報するためのチラシポスター内輪に、ご自分の写真がないということで知事が立腹され、その後に顔写真が掲載されたこと、天ヶ崎の森中央緑地で開催された兵庫ユニバーサルマラソン開催日には会場の授乳室救護室が
知事専用個室になり、授乳目的の母子や熱中症患者を含め本来利用するべき人の入室が叶わなかったことが各種報道や丸尾真紀議員の独自調査で指摘されています。知事は両事案ともにもっぱら担当部局の自主的な判断だと説明されていますが、知事の理不尽な言動が職員の職務遂行に悪影響を与え県民本位の判断ができなくなっているのではないかとの懸念は、拭えず、改めて知事のご所見をお伺いします。お答えします。幅断平の事案に関しましても、私が写真をつけてないから激怒したという事実はなくて、担当部局の方が整理する中で写真を使うということを判断されています。そして尼崎での授乳室の件につきましては、これは私自身も会見でも言いましたけれども、授乳室であるかどうかということは事前に知らず、そして直前でバタバタする中で、着替える中で授乳室であったということもですね、後で知ったということ、報道を見て知ったということです。この件に関しましては、秘書室と部局の方で調整して部屋を用意したというところです。ただこれは県民の皆さんに結果としてご迷惑かけたことはお詫び申し上げたいですし、これから注意をしたいというふうに考えています。で、パワーハラスメントの話ですけども、私自身もやはり業務をですね、しっかりやっていきたいという思いでございました。で、コロナ対策、そして若者 Z 世代はじめ、この3年間走り抜けてきたというところでございます。そんな中で、やはり業務上必要がある場合には、社会通念上の適正な範囲内で指導させていただくということがあります。時には強い口調で説明、指導させていただくことがありますけれども、あくまで業務上の必要の範囲内で、社会通念上の適正な範囲内でやらせていただいているというふうに私自身は認識をしています。ただ、さまざまなご指摘があるということは、やはり真摯に受け止めなきゃいけないというふうに考えていますので、今後は職員の皆さんとよく議論をしてですね、コミュニケーションしながら、職員の意見を、今もですね、理不尽に何かしたりとか、全く切れないということはやってはないので、やはりいろいろ議論しながらやらせていただくということは心がけていますけれども、これからはより丁寧にコミュニケーションを図っていきたいというふうに考えています。私は県会議員になって5年です。たかだか5年ですけど、やはり県の職員は本当に優秀だなというふうにつくづく思っています。専門性に長けているし、地域の実情を把握されている。日々誠実に職務に当たっておられるというふうに思っています。県職員は県民の宝だというふうに思うところです。兵庫県を前に進めていくためにはですね、その職員が自らの職務に誇りを持って能力を存分に発揮していくということが必要だと思っています。知事の顔色を見るのではなく、県民生活に心を寄せて県民のために職務に当たることが求められていると思います。そういうやりがいのある職場を作っていただきたいということを申し上げて、次の質問に移ります。知事、県幹部職員への物品供与や供応接待について、4月16日の県議会産業労働常任委員会において、我が会派の上野議員の質問に対し、産業労働部長は葛西市内の企業に6万円相当の家電製品の提供を依頼し受領したことを認められました。加えて兵庫県製品の PR につなげたいとの意思があったこと、半年以上経った後に告発文での指摘を契機として未開封で返還した旨の答弁をされました。国家公務員倫理規定では、補助金等の交付や行政指導の事務等に係る利害関係者からの物品の贈与や供応接待を禁止しており、また国家公務員倫理法では、本県を含む地方公務教団体にも国に準じた必要な施策を講じる努力義務を課しているものです。当該企業は本県奨学金返済支援制度の補助金の交付を受けるなど、物品の贈与が許されない利害関係者ではないでしょうか。また本県人事課が作成した不祥事防止読本には、受け取った後に返した場合も不正の有無を問わず収賄罪が成立すると記され、相手方がどのような名目で金品を送ったにせよ、裁判所では客観的な事実を基準に判断されることや、未開封であっても直ちに返さなければ受け取る意思があったものとして判断されると注意を促しています。利害関係企業から6万円相当の物品を受領しても PR 目的であれば不正にならないと判断するならば、それは不祥事防止読本との齟齬が生じるのではないでしょうか。
もし仮に受領が許されるとしても、本件財務規則139条では、物品管理者は、寄付により物品を取得しようとするときは、これを物品取得決定書により決定しなければならないと記されており、規則にのっとった手続きが求められます。当該事案をめぐっても、各種メディアで連日大きく報道がなされ、知事並びに幹部職員の工期に関しての県民からの信頼は大きく揺らいでいます。知事並びに幹部職員は利害関係団体、企業からの物品供与や共謀接待についてどう対応されてきたのか、不祥事防止特法に基づいた言動に徹し、財務規則にのっとった対応をされているのか明らかにしてください。また今後においては、より透明性のある厳格な対策を講じていただき、幹部職員ともどもに理科に冠を立たさずの心持ちで一層厳正に対応していただくことを願いますが、知事のご所見をお伺いします。お答えします。今回の企業からの家電製品の受領につきましては、地元産品の PR に用いる目的で送付を受けたというものと認識しています。個人として物品を受けと受領するという意思はなく、国家公務員倫理規定や不祥事防止特本で禁止または注意喚起されている例には当たらないというふうに認識しています。また財務規則に定める物品取得の手続きについては、知事の指示により県として受け取らないということとさせていただいたため、その手続きを取る必要はなかったということになります。なお今回は知事から返却の指示があったにもかかわらず、半年以上にわたって返却を行ったことで県民の皆さんの疑念を招いたということから処分を行わさせていただきました。物品の受領につきましては、毎年発出する公金粛清通知や不祥事防止特本に取り扱いを記載しています。これらに基づき各職員や所属において判断していきましたが、現在保健庁には具体的な基準が明確化されていないということがございます。ですので過去からの状況とかそういった流れの中で受け取ったり受け取らなかったりというのがあったということも事実だと思いますので、やはりこれは今後ルールをですね、今後ルールを整備し適切に対応していくことで、県民の信頼を一層高めていきたいというふうに考えています。